DJ 太郎がお届けしております。J-Wave Hello World。さあここからは Working Hero のお時間です。今夜ピックアップするのは富士ゼロックス株式会社。富士ゼロックス採用育成センターの丹野です。皆さんは富士ゼロックスという会社を知っていますか？全国にあるセブンイレブンに置いてあるコピー機は富士ゼロックスの商品です。 そのコピー機でデジカメプリントが出力できたり、住民票や戸籍票などが出力できるサービスを展開しています。近年ではスマートフォンで画像を読み込むとリンク先の動画にアクセスできるサービスも展開しています。富士ゼロックスは複合機やプリンター、光電子デバイス、 通信情報機器などの研究、開発、生産、販売を通じて知識創造社会を支えるドキュメントサービスビジネスを展開しています。富士ゼロックスは目指すべき良い会社を強い、優しい、面白い会社と定義しています。 強いというのは、お客様に満足いただける卓越した商品、サービスをお届けし、株主にも継続的に報いることができることを指します。優しいとは、環境、倫理、社会貢献などを含めて、地域社会や国際社会に対して優しさを提供し続けたいと考えていることです。面白いというのは、 従業員が仕事や人生を面白いワクワクするなと感じる会社のことを言いますこのような強い優しい面白いをバランスよく兼ね備えた会社を目指していますはいね、まあオフィスや学校そしてコンビニにもなくてはならないコピー機、ね、レーザープリンターなど製造販売する会社フジゼロックス J 部のコピー機も、ね、毎日たくさんの原稿をコピーするのに、まあ、非常にお世話になっております会社の創業は1962年本社はここ六本木ヒルズからも近い東京ミッドタウンにあります2013年の日本市場の調査において売上シェア 56%5、まあ、年連続でトップシェアを獲得している会社なんですねそして売上だけでなくこんな面でも評価されています 富士ゼロックスは環境への取り組みにも力を入れており、省エネ対象業界最多の12回受賞歴を誇り、断突の省エネ性能でオフィスの CO2 削減に貢献しています。単なる物売りではなく、ドキュメントやコミュニケーションをキーワードに、お客様の経営課題の解決、経営の質の向上に貢献するソリューションサービスを展開しています。 このような活動を通して、お客様に満足していただき。顧客満足度ナンバーワンを連続で受賞しています。はい。ね。やっぱりこう。環境への取り組み。ね、すごくこう、大事なテーマ、まあ、こういったところも売上とともに。えー、伸ばしていくというか。可能性を探っていくというか。ね。まあ、そういう企業努力もあってというところです。はい。 明日は学生さん要チェックです。富士ゼロックスが募集します。インターン情報をご紹介します。